生流は、海上自衛隊の潜水艦。総流型潜水艦の9番艦。艦名は、新言集第五波総本山第五次の守護女神、清滝権現に由来する。建造費は531億円。生流は、中期防衛力整備計画に基づく平成25年度計画2900トン型潜水艦8124号艦として、 三菱重工業神戸造船所で2013年10月14日に寄港され、2016年10月12日に命名。浸水式が拒港、2017年7月28日に、講師開始、2018年3月12日に、収益し、同日付で第二潜水隊軍令下に新編された第六、潜水隊に編入され、横須賀に配備された。 商船建造を2012年6月に撤退した三菱重工業神戸造船所にとって人流浸水以来2年ぶりの浸水船となった千葉県浦安市の清滝神社では社頭で道館のお上を反布しているこれは館内神社へ同社祭人の分霊を祀った縁で当初隊員向けに制作したものを一般向けにも展開したものである 一対700円だが隊員及びその家族へは500円の割引価格となる。海事潜水艦、総流型9番艦、青龍と命名神戸。毎日新聞。2016年10月17日閲覧。潜水艦、青龍の引き渡し式、自衛艦記事予式について、海事の潜水艦、青龍引き渡し三菱重工、神戸。神戸,神戸新聞。 2018年3月12日閲覧。潜水艦、清流が浸水三菱重工業、神戸、神戸新聞。2016年10月17日閲覧。ありがとうございます。